ジュリー・ビクトワールド・オビエは、フランスの著述家、女子教育を中心とする、女性解放運動家。1861年に37歳で、フランス人女性で初めてバカロレアを取得し、さらに、ソル・ボンヌ大学が、女性の入学を禁止していた1871年に、初めて学士号を取得した。ジュリー・ビクトワールド・オビエは1824年3月26日、 傍受験のバンレバンに生まれた。ドービエの父は、ロレーヌ公レオポルトの日エリザベート・シャルロット・ドルレアンの特許上によって1733年6月18日に設立されたバンレバン王立工場の会計担当であり、一家は、この敷地内の会計所に部屋を借りていた。ドービエは8人兄弟姉妹の抜主であったが、生後感もなく、父が死去すると、 母マリーベクトワールは、転居を余儀なくされ、フォントのアイコールルイコール社等に越した。ドービエは、初等教育修了証書取得後、1844年、20歳で、上級初等教育修了証書を取得した。これは、小学校教員免許に相当する資格であり、当時の女性が取得できる、最高の資格であった。1833年6月28日付法律により、 人口500人以上のコミューンに小学校を設置することが義務付けられ、この結果義務教育が導入されたが、対象は男子のみであった。1850年3月15日付法律によって人口800人以上のコミューンに女子向けの小学校を設置することが義務付けられた時に、初めて義務教育が女子にも適用されることになった。 すでに1848年に公教育省に就任したイポリット・カルノーは男子校、女子校を同数にすること、女性教師の高等師範学校を設立すること、コレージュ・ド・フランスに女子学生のみを対象とする講座を開講すること、そしてこのために前年コレージュ・ド・フランスで女性精神師の講義を行ったエルネスト・ル・グーベを任命していたが、 翌49年の選挙で保守派が勝利すると、応答派のアルフレッド・ド・ファルーが公教育省に就任し、カルノーの提案は実現されなかった。当時の女子教育は、行儀作法、料理、裁縫、育児であり、女性にこれ以外の教育を施すのは、社会の基盤である家庭の破壊につながる恐れがあると考えられていた。ドービエが生まれた、バンレバン王立工場。 歴史的記念物指定。ドービエは、好奇心が旺盛で、ラテン語、ギリシャ語、歴史、チリ、ドイツ語などを独学で学んだが、これは司祭であった兄フロランタンの指導によるものである。上級書等教育修了証書を取得したドービエは、やはり兄の勧めでドセルの実業家の子女の家庭教師を務めた。ついで、ドイツで家庭教師をし、この傍ら多くの書物、 特に当時の社会制度を批判する書物を読み、自ら書くことにも関心を持つようになった。さらにストラスブールで家庭教師をした後、本当のワイコールルイコール社等の成果に戻った。この頃から三詞門主義に傾倒し、刺繍作業所を設立して貧しい女性、仕事のない女性を適切な労働条件で雇用するなど、社会活動に積極的に関わり始めた。 1850年代にパリに移り住み、1853年から国立自然史博物館で動物学者イジドールジョフロワサンイコールティレールに支持し、合わせて経済学と法学を学んだ。ドービエの活動を支援した三モ門主義の実業家、フランソワ・バルテルミ・アルレス・デュフール1859年にリヨン科学文芸アカデミーが検証論文を募集した。女性の就労、 新分野への女性の進出を促すために、同一労働同一賃金を実現する場合、その最良の方法、最も実用的な手段は何かという課題であった。同比へは自分の関心領域であったため、ある貧困女性が描く貧困女性と題する論文を応募したところ、最優秀賞を受賞した。この課題を提出したのは、三詞門主義の実業家、 フランソワ・バルテルミ・アルレス・デュ・フールであった。彼は独学で身を立て、35歳で、リヨン商工会議所の職員になり、リヨンの財界で、大きな影響力を持つ機能織物の仲介業者であった。本業以外にもパリリヨン鉄道建設計画、スエズ運河の建設、クレディリヨンへの設立、経済学者のフレデリック・パシーによる、国際平和自由連盟の結成。 絹売り物業労働者の相互援助協会の設立、老齢保険金庫の設立など多くの事業に関わった人物であり、三詞門主義者の社会改革運動、とりわけ女性の地位向上に深い関心を寄せていた。ドービエの論文を高く評価したアルレス・デュ・フールは、これ以後、彼女の活動を全面的に支援することになった。ドービエは、 ある貧困女性が描く貧困女性で女性の貧困や社会における女性の地位、役割について歴史的に記述し、ブルジョア道徳の偽善を批判した。結婚は本来の意味を失い、遺産相続目当ての契約となっている。一方、内縁やユニオンリーブルは離縁された女性を貧困に追いやるものであり、男性が家庭でより大きな責任を、 追う対等なパートナーシップが必要であると論じた。また、1804年のナポレオン法典は、時代の精神を反映し、女性別視と拡張性の理念に基づくものであり、財産のない女性が抑圧される原因は、道徳的無責任、女性に賛成権がないこと、公職に占める男性の割合が圧倒的に多いことであると、女性参政権の必要性を強く主張した。 この論文は1866年に19世紀の貧困女性として刊行され、ドービエはこの功績により1867年のパリ万国博覧会でメダルを授与された。1860年には公教育省が検証論文を応募し、課題は農村における公教育の必要性についてであった。ドービエは初等教育の進歩、 マサヨシと自由と題する論文を応募し、初等教育における男子と女子の平等、男性教員と女性教員の平等、公教育の無償化、男女教学、政治、宗教勢力からの教育の独立性などを訴えたが受賞は果たせなかった。聖職者の特権を厳しく批判したためとされる。この論文は2年後に出版され、宗教教育と 女子教育に関する論争を巻き起こした。男女同権、女性の経済的自立のために最も重要なのは、教育であると考えていたドービエは、バカロレア受験の願書を、パリ大学区に提出したが、拒否された。ついで、エクスアンプロバンス大学区に提出したが、これも拒否された。これは、これまで、バカロレア受験を希望する女性がいなかったからであり、もともと、女性が、 バカロレアが必要な職業についていなかったからである。当時の大学は主に法学部、医学部、理学部、文学部によって構成されていたが、これらの学問を収めるのは一部の特権階級に限られていた。しかも、1880年のカミーユ製法までは女子高等学校すら存在しなかった。従って、バカロレア取得者を表す、バシュリエの女性系。 バシュリエールという言葉も存在しなかった。この時ドービエを支持したのはアルレス・デュフールとリヨン大学文学部長で哲学者のフランシスク・ブイエであった。ブイエが女性でもバカロレア受験資格はあると判断したからである。一次試験の筆記試験はラテン語の翻訳及びラテン語またはフランス語の作文二次試験は口頭によるギリシャ語、ラテン語及び フランス語の文章の説明と論理学、地理、歴史、数学、幾何学、基礎物理学の筆記試験であった。結果は、発球、石球、国球による投票によって決定された。ドービエは、発球3個、石球6個、国球1個で合格と判定された。賛成票は主にラテン語に対するものであり、危険が多かったのは、審査員が全員男性であったためとされる。 女性の活動を支援したフランス皇后ウジェに移行して、ドービエは1861年8月17日、フランス人女性初のバカロレアを取得した。ウイエは、彼女は女性のために新しい道を切り開いた。彼女のように地の力、意志、才能を授けられた女性は多数存在する。そして、今後、自分自身のためのみならず社会のために、 この優れた前例に習う女性が現れると確信している。社会はすべての女性にギリシャ語やラテン語を学ぶことを期待するわけではないとしても女性が質の高い実質的な教育を受けることに大きな関心を寄せているからであるとドービエの成功を称えた。だが学長はドービエに合格証明書を発行しただけで学位を授与しなかった。ギュスタブルー・ランコ教育省が 公共育章をバカにしてはならないと学位に署名することを拒否したからである。そこでアルレス・デュフールはナポレオン三世の皇后ウジェニード・モンティジョに働きかけた。ウジェニーは事前事業に積極的に取り組むほか彫刻家カミユー・クローデルに作品を注文して活動を支援するジョルジュ・サンドがアカデミー・フランセーズ会員の候補に上がった時にはこれを支持するなど女性や 芸術家を支援した人物である。この結果、7ヶ月後の1862年3月にようやく、ルーランコー教育省がドービエの学位に署名した。VA 学部長の期待に反して、ドービエに続いた女性は多くなかった。国民教育省によると、1861年から1873年までの間にバカロレアを取得した女性はわずか15人であり、教育制度における、 男女平等が達成されるのは国民教育省レオン・ベラールのデクレにより男女共通の学校教育計画が導入された1924年のことである。1840年代から三モン主義、フーリエ主義の女性たちを中心に男女同権、女性の自由を求める声が高まっていた。ドービエはこうした声を代表するジョルジュ・サンド、エリザル・モニエ、画家、 ローザ・ボネール、作家マリー・ダグー、英国初の女性医師、エリザベス・ギャレット・アンダースン、英国の女性の権利擁護者、エミリー・フェイスフル、廃称運動家、ジョセフィン・バトラーらと信仰を深め、彼女たちを介して多くの文学者、政治家、ジャーナリスト、学者と知り合った。とりわけバトラーは、同ビエの19世紀の貧困女性から売春に関する部分を英訳し、 1870年に発表している。ドービエは1862年に自由主義の雑誌、エコノミスト誌に19世紀の貧困女性からの抜粋を掲載し、1867年にアルレス・デュフールの紹介で経済学者フレデリック・パシーの国際平和自由連盟に入会し、1869年に大会するまで連盟の活動に貢献した。 1869年に、レオン・ギシェとマリア・ドレームが女性の権利が身を相関すると早速、初等教育における男女の不平等、炭鉱における女性の労働、失業、売春、親権などに関する記事を寄稿した。また、元老院に交渉制度の廃止、女性の親権を求める憲白書を提出した。ドービエは女性参政権問題にも積極的に取り組んだ。 女性参政権については、フェミニストの間でも、意見の相違、対立があり、まだ気が熟していない、または、優先的問題ではないと考える女性が多く、また、反共権主義の立場から、女性に対するカトリック教会の影響の大きさを考慮し、女性が参政権を獲得すれば、カトリック勢力の政治への介入が強まると懸念する、声もあったが、同ビエは、 反対を押して1870年の市町村議会議員選挙でパリパックの候補者名簿への登録を申し出たが区長はこれを却下した。彼女は女性を別視し劣等な地位に置くのは野蛮さや大敗の証明であり女性に賛成権を与えなければ未来が遠のくと批判した。同ビエはバカロレア取得後学業を続けるために大学進学。 学士号取得を希望していたが、当時、ソルボンヌ大学は、女性の入学を禁止していた。これは、大学評議会が、王政復古期に下した決定であり、法的な有効性はなく、実際、地域によっては、女性の入学を許可する大学も存在した。そこで、女性の権利紙相関前から、共和派の政治新聞、オピニオンなしをなる紙の編集委員を務めていた、レオン・リシェが、 同志上で女性の入学を認めるよう要,要求する運動を行った。この結果、ドービエはソルボンヌ大学文学部に入学し、1871年10月28日に文学士号を取得。フランス人女性初の学士号取得者が誕生した。とはいえ、学域には学士という名詞が男性型で書かれ、継承も無視とされていた。 ジュール・シモン国民教育省はこれをマモド・モアゼルに修正し、ドービエに祝い状を送った。同年11月20日、段階的女性解放協会を設立した。ドービエは副会長を務め、会長に就任したアルレス・デュ・フールが会を経済的に支援した。段階的女性解放協会は、出版社を兼ね、アレクサンドル・デュ・マフィスの女性問題、極中期で知られる。 イタリアの思想家、作家、シルビオ・ペリコの原著の抜粋、青年の手引書、悪徳に対する法的寛容さなどを刊行した。これらはいずれも該当販売を禁止された書き物であり、ドービエが序文を書いている。1871年に発表された女性解放は女性参政権を訴えるパンフレットを編集したものである。ドービエは本書で女性市民が参加しない。 民主主義はありえない。女性の政治的解放と法的解放は分かちがたく、両者を共に実現するための改革が必要であると、説いた。ドービエを描いたフレスコが1872年に、アルレス・デュフールが死去すると、ドービエは、成果のある、フォントのアイコールルイコール・シャトーに転居し、博士論文の執筆に取り掛かった。1874年8月26日、 ドービエは、ローマ社会における女性の地位と題する、この論文を書き終えることなく、結核で死去、去年50歳、フォントのワイコール類ルコールシャトボ墓地に埋葬された。墓地の兵には後にドービエの業績を称えて、フレスコ画が描かれた。2018年3月現在、ドービエの名前を冠した学校が21校ある。通りや広場のほか、国民教育省の会議室も、 ドービエにちなんで名付けられた。生誕194年の2018年3月26日、Google Doodle にドービエを描いた絵が掲載された。2019年3月23日、パリ国際大学都市に新設された寮が、ジュリー・ビクトワールドービエ館と命名され、改良式が行われた。序文、ありがとうございます。